はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はエビルサクチャレのちょっとお試し版として野手でやっていきたいと思います。でエビルサクチャレのパーセンテージを上げる方法としては、まず役割分担として全員入れましょうと、とあと女の子キャラを3人以上入れましょうと、でさらにいつも通り特攻キャラを積んでいきましょうというところになっています。で一応特攻さんのキャラがですね、もうほぼ投手というところになっていて、まあ、野手キャラはいなかったですね。まあ追加されるのかどうかは分かんないんですけれども、で彼女キャラとしてモネちゃんが特攻さんになってますので、モネちゃん入れてあとは特攻2で固めてます。割とテンプレデッキで組めるところがいいところかな。でそうするとあとどれだけね、レアリティの高いものを解放しているかというところになるんですけれども、今回は大田くんを借りています。で大田くんもねもちろんレベルが高い方がいいんですけれども、まあ、サクチャレがね始まれば粘りますけれども、ちょっとね大田くんなかなかね助っ人キャラに設定している人がいなくて、もうちょっと35が見つかった段階で今回は妥協しました。でレイリーもね本当は45にして試合経験点ボーナスを上げたいんですけれども、レイリーはもう全然解放してないですね。であとはもうちょっとこの2人 PSR でこっから先はもう解放できないので、多分もうこれが限界ですね。ここに大田くんのレベルの高いキャラを借りることができればっていうところにはなると思います。まあ一応それでやっていきましょう。まあ、あとサクチャレはね経験点が超いっぱいいる経験点が全てなんで、まあ、その上限突破とかねそういうのはもう目指さないで特能に振って、なるべく、まあ、コツとかをね経験点に変換していくというのがいいと思います。自分の強さとかは関係ないんで、おおダンジョン4人これはやりたい。でやっぱりまずダンジョンは必要ですよね。であとモネちゃんの評価を上げるために黒金も必要で、そこから経験点なんで、その300もらえる経験点シリーズ、これなるべく全員集めたいんだけどな。単数的に4つ集めるとなると多分結構きついと思うんだよね。あとモネちゃんやっぱ評価上げていきたいんで、黒金もまあ必要なんだけど、どっちがいいかな、2人と1人黒樹のコツ、ちょっとモネちゃんやっぱりねハートがつくのはいいっすよね。体力回復してくれるのはマジでいい。あと練習見ながら、まあ、モネちゃんいるか、ロックするのも重要だよね。 SG はなんだかんだで持ってれば役立つからな。ちょっとやろうってこと。チャンスメーカーも潰せれば潰そう。もうただここで体力がなくなってきてるんで、精神がなあればないいんだけど。で序盤に通常イベント来たんで、これはチームメイト評価上げて、メンタル、しかも名強化いらんな。どうすっかな、寝るか。姉ちゃんのお返し、これ序盤なんでやっぱりいいや。これでいいやつを取っていきましょう。4人回収はすごいけどね、やっぱり黒がねやっぱりちょっと取りかかるか。黒金に取りかかりましょう。で大体ロックしたらあとは回収していく。さてやっぱ結構吸収できるよね。吸収量はすげえよなー。あーメンタルで2人いけるか、やろう。もうそろそろ10月になるからね、ちょっとモネちゃんの評価も上がりきってないはずなんで、ここはいけるな。あ行こう。モネちゃんの評価を上げつつ回収。フルヒッターとかいらん。ここ経験点だと美味しいよね。てかこれなんかあるのかな、その経験点になるのかコツになるのか、まあ、完全にランダムなのかそこがちょっと分かんないっす。あメンタルいけんな、回収しよう。すげえ200も回収できる。まあもちろんね経験点が取れるときは取っていっていいと思うんですよね。意外性もう取っちゃう。これも守備職、あーパフェか、これ下にしとこう。
あ、経験ってそれなりにもらえるね。ではちょっとコツつぶしに入りますか。プルヒッターとかどうする。プルヒッターはちょっといらんからな、マジで。で、代打も取るでしょ。いつも代打ケチってたからね。コツもらえるまで置いとくっていう。ホーム獅子も取る。追い打ちが取れないか。ラッキーボーイとかどうしようかな。いいや、取ろう。そうすると完全経験点が足りないな。黒金、そうだね、黒金はもうちょっといつでも回収できる状態にしておきたいけど、モネちゃんか。いや、黒金だな。ちょっと大田くんの評価も上げつつ。で、回収できたらちょっと回収しちゃいますか。ここ経験点がいいな。あー、ここもいいんだけど、いいんだけど、どうしようかな。モネちゃんとレイリーか。ちょっとこっち行こう。ラブパワー、お、いいところに来てくれた。ほんとナッチのこのイベントいいよね。しかもラブパワー中だから。で、レイリーはまあ正直独身術なくてもいっちゃいいんだよね。多分経験点足りなくてミートとか全然上げられない気がする。全然上がんねえわ。いいや。肩はなし。ここもなし。名教はいらない。太平楽もあればあったでな。役立つからな。お、肩骨。こいつ肩骨なんて持ってたんだ。イベントはまあ普通に進めていきましょう。どうこれ、なんかしょぼそうなんだけど。おお、いった。独身術一応掴んだ。人がいっぱいいるからさ、全然その減らないよね、もともと。いや、太平楽ロックしときてえな。どうしよっかな。いや、回収するか。タックフィニッシュでいきましょう。黒金広角打法ゲット。で、ここで黒金を使いますか。ほいっと。ここでモネちゃんは大丈夫なはず。ドクパーか。なんか無理やり狙うよりもどうしようかな。いや、迷宮一人止めとこう。いらんけど。ダブパワーが消えてしまったか。一応結構回収はできる。モネちゃん乗ってはいるから、ここにしよう。やる気がな、ここすぐ減っていくからね、冷静とか。あれ、結局さ、意外性って潰したんだっけ。まあ、潰してなかったら潰してなかったで全然いいんだけど。ヘッスラはもう潰してあるからね。30結構上がるな。ではまた取っていきますか。広角ちょっと重いよね。高速チャージも100くらい使うのか。追い打ち、でんだ2か、まあ、2だったら取っちゃおう。国樹がアウトコースだったよね。盗塁アシストは取る。まあ、こんなもんかな。さて、ああ、肩いけるね。回収しよう。モネちゃんもいるし。やっぱりね、お守り持ってきてないと結構評価が厳しいんだよね。スイープ、粘り。これってさ、なんか知んないけど体力回復するんだよね。よくわかんないけど、まあ体力回復してくれるんでイベント的には全然いい。よし、回収しよう。いいとこに来てくれた、ダンジョン。これであとモネちゃんだよな。冷静、そう、冷静潰しとけばよかった。パフェ回復してくれ。パワーヒッターとかよりとにかく回復ありがとうございます。で、ここさよなら男取ってさよなら潰そう。
走塁1はちょっとな、これ全部1だな。取っちゃう、取っちゃおう。はい、で粘りでしょ、でさよなら逆境。てかもうさ、コツの種類が多すぎてさ、コツっていうか特殊能力潰しきれないよね。知らせ欲しいな、ここやっとこう。もうね、でラブパワーありがたい、体力減ったところでのラブパワーありがたい。そして告白が来なかった、前イベだからね、ちょっとここでもう告白来ないと絶望的なんで、ワンチャンは狙えない。で告白でイベントが使えなかったら最後7月のところでダンジョン使っていきましょう、一気に。それまではひたすら回収をする。2人メカニか、メカニをロックしよう。で大田君、これ下にするとね、成功失敗があるんだけど結構いい。脱毛で行こう。どうしようかな、ちょっとモネちゃん怖えから手も手にしとこう。よし、大吉も出てくれたんで体力は全回復。メンタル、いやパワコ、パワコマジでいらないよね。俊英一人か、だったら太田くん回収しちゃおう。てか太田くんってさ何のコツ持ってんの。太田くん持ってないから俺全然使ってない、アウトコースじゃん。で編成的にはね、前3後3のはず、バランスは全然いいんで。モネちゃんの告白が来ないっていうのが、え、これ3人だな、ちょっと悲しいけど。あ、モネちゃんもね1個ずつしかイベントないんで。あ、来た来た来た、よし付き合おう。で6月の4週から7月の4週にかけてダンジョン使って回収していく。3でかいな。よし、やっていこう。国司君なんだっけ、アウトコース回収しとけばよかった。ちょっと待って、ほら来た。こういうね経験点のね積み重ねをちょっとミスらないようにねやっていきたいよね。アウトコースこれでいくつなんだって、5。悲しい、太平楽って回収できてないよね。あー3人それなり、ここもそれなり、ここは一応まだ取っとこう。知らせ6かけとくか。じゃあまあ金徳関係はね全部進めていって、イベントが進めば経験点になるんで、まあ、切る理由はないですね。別にイベント数的に足りてないわけでもないし。でここはじゃあタックフィニッシュ狙いますか。打球のコブとか、なんかキャッチャー用のさコツってさ、キャッチャーじゃないとつかないっていうようにしてほしいよね俺は。だキャッチャー丸はもうサブポジキャッチャーつけない限り取らないはずなんで、これはもうどうせなくなっちゃうんだったら回収する。でハートついてるんで回復で太平楽ゲット。経験点系がちょっとどうだろうな、終焉ももちろんゲットしたいんで。でここは安定の下だね。でここから太平楽使って、太平楽使えば基本は5ターンは練習持つはずだから、うおーいらないな。じゃあどうしようかな、回収するか、少しでも経験点を回収しておこう。これでナッチが終わって、早球骨も取っちゃおう。
け、なんか変なの来た。まあいいや、一番上。死んだ死んだんだけど、まあ別にいいや。である程度やっぱりね、ちょっと能力上げときたいんで、試合で打つために。なんか筋力しょべえな。メンタル2人いる、やった、ありがとうございます。太平楽のおかげでだいぶ持ってったな。いや残しとく、ちょっとここメンタルで回収しちゃう。もう体力がなさすぎる今、どっかの誰かのハゲのせいで。肩ロックがかけられるか、かけとこう。暁だしね。こうやって体力減るんだけど、失敗すると体力減るんだよね。金徳はもらえるけど。あー、このかける、モネちゃんやる気を上げてくれ。 OK で、なくなったか。回収できるんで回収しよう。ちょっと敏捷ポイントがだいぶあるね。あれ SG ってどうなってんだっけ。 SG 一応持ってはいるのか。メカニーもちょっと回収しときてえな。あとちょカロリーバーはね持ち込んでるんで、よし。まあまあまあ、やる気が上がったり下がったり、情緒不安定だなこいつ、大丈夫か。で黒樹君もじゃあ回収しておきますか。あとチャンスか、黒樹はチャンスはちょっと直撮りするのさすがに厳しいからな。ハイボールヒッター4番チャンス。でどうしようかな、黒樹どっちでもいいんだよね正直。でここがいけるから SG 使いますか。で回収、タックフィニッシュ回数としては今なかなか悪くないんじゃないか。どこで見れるんだっけ、いつ見れるんだっけ。ここ9回目、4月の2で9回目。でこれ現場にして、経験点的にはどうなんだろうね。普通にやっていくときって大田くんの骸骨が取れるんで、逆襲のこれにしてるんですけど、ただコツって別に今回そこまでこだわる必要がないんで、もしかしたらちょっと経験点がもらえる選択肢を選んだ方がいいかもしれないですね。まあ、ちょっとそういうところのあれも含めてのお勉強会だから。マッスル一人か、どうしようかな。マッスルやっとくか。マッスル回収したいね。これどうしよう、下にしとこう。よし、で試合はねちょっとスルーしてコンピューターにお任せしましょう。でちょっと経験点また溜まってきてね、チャンス取るんでしょ。走塁送球、阿部飛も取ろう。でハイボールヒッターじゃあ取っとくか。精神的支柱も取れる。他逆襲リベンジ、ちょっと待って、こっちじゃない。リベンジ取ると、やっぱ逆襲安いよね。結構いいよな。打球伸び。窮地、独身術取っとこう。コブ。いらねえけど。ピンショポイントいっぱいあるからスイープ取る。4番。絶対こいつ4番になれない。能力的に。4番誰、ちなみに大田くんだよね、そりゃそうだよね。なんでこんな点取られんのいつも。
それは闇のだからとしか言いようがないんだけどさ、1アンダーも打ってない、4タコだし、4タコで評価が上がる意味が分かんないよな。守備で見せたのかな、なんかいいところ。じゃあモネちゃん行きましょう。これで SG じゃなくてどこだっけ、これメカニか、メカニも回収できたんで、対左、そして上り竜、盗塁、ラブパワー、いろいろ発生するな。なんかこれといってって感じだから、ちょっとドックだけしておくか。一応牙閉じ込めておけばね、甲子園で牙が出なくて、牙じゃねえし金払だし。ブレイマッスルはじゃあちょっとロックしておきましょう。でした。ちょっと安定を取っていく。筋力、メカニじゃなくて、なんかすぐ間違えた、ブレインマッスルロックだな。6月で回収できるか、6月3回しかチャンスないからね。ちょっと待って、技術上げて、あのデートしなきゃいけないんで、デートはモネちゃんマジで経験点くれるん でカロリーバーがねまだ残ってるはず。ラスト3回でうまく回収をしていきたい。ここ一応回収できる。ここはどうしよう、タックフィニッシュした方がいいかな。メンタルなんかこっちに走るよね、経験点に結局走るからね。はい、いやでもなんかトータル的な300点を考えたらどうなんだろうな。絶対回収できるっていうのが確定してればブレインマッスル回収に入ったんだけど、ちょっとね微妙なところがあるんで、肩いけるな、肩やって打撃が回収できれば万々歳だね。あとあれ使おう、経験点系使っていこう。総力ブーストゲットした、やったやったっていうか、対していけーできなかった。キーバロックしとく、そんなんとなく。爆速ストレート俺嫌いだからね、そもそも。ちょっとソウル攻めたり、精神やって、どうする、なんとなく守備上げてく。やっぱりちょうど99になった。でめん、いや待ってもうここからソウル攻めたり、しまったー、こっち使っちゃったんだ。で本当だったらここ6ターンあるから余裕があるんだよ。で1回デートして6月の4週で回収できればそれでよかったのに。ちょっとここも反省点だな。で誰、桐崎ってこれであだっけ、大田だっけ、しまった、大田君にしとけばよかった。でこれが回収できれば OK。よし、プレイマッスルゲット。で、7月。あとはもうここから、これ使って、ひたすらデート。で、筋力をゲットしたんで、パワーは試合で打てるために、ちょっと B は欲しい。あとは、デート。ちなみに、モネちゃんのカラーデートがあるのかどうかは分からない。しかも、もうあとデートしかやらないから、全力でいく。いいね、経験点320だからね今ので。で使う、あ今は使えないか、さっき使ったから。お待たせいたしました、おお5番まで打順が上がっている。大田くんの能力ってどれくらいなんだろう。大田くん結構コツもね良かった気がする。エビル特攻キャラだしね、バウンサーだしね、
だ欲しいは欲しいんだよね、自前でやっぱり。でエビルキャラやっぱ優秀だよ、まつりちゃん以外。昔はね、ほんと彼女キャラって言ったらね、もう絶対欲しいっていう感じだったけど、なんかもう彼女キャラってみんな似たり寄ったりじゃないですか。テーブルも一緒だし、あとはデートとかさ、コツとかでもう差をつけるしかないん でユッキーのシステムはね結構いいと思いますね。あの練習後のイベントでなんか3回くらいイベントが進んでいくんで、ちょっとね他の彼女キャラと差をつけられるっていうのはなかなかいいシステムだと思うけど、ユッキーをそんなに使わないっていうね。でソウルセメタリーもこれ使っていくか。でもいっちゃん最初の彼女の小筆じゃないですか。もうマジ何の役にも立たないからね。イベント数多いし経験点くんねえしみたいな。練習するよりはね、もうあの吸収できないんで、デートした方が経験点はいいはずなんで。モネちゃんもね、まあよく言えばあげたいよね、イベント経験点をあげたい。あとはエビルサクチャで応援ガチャ的なのが立ってるじゃないですか。そこでまた誰がね来るかっすよね。ファーストで補給 G とか終わってんな。いいにしとこう。一応片言つかんだからこれもいいにしとこう、なんとなく。でソウルセメタリーも使ってこう、臨床。ほい、エビル攻撃に相変わらず5番か。先頭バッターは大見。あ、ショタ。これはセカンドは正面。上叩いちゃったよ。エビルリードで迎える4回です。バッターは大見。逆襲が発動してる。逆襲。初球から打った。ちょっと遅れた。エビル追加点のチャンスを迎えました。ノーアウト。回ってきたあと2回だから。大見。なんとかこの独身術の時をものにする。ストレート、これだ。第3球を投げた。しかもど真ん中、よし逃さない。もう一回待ってきて。あ、全然待ってきた。リードで迎える7回です。ツーアウトランナーなしという場面で大見、今日3打点を挙げています。さあ次の投球投げた。打った。オッケーオッケーオッケー。これでまあ一緒、経験点的にはちょっと危なかったね。これだから投手どうなんだろうね、試合経験って結構違うと思うんだよね、特にエビルの場合は。ソウル攻めたりじゃなくて、なんだっけ、お出かけお出かけで、モネちゃんも評価は持ってるんで大丈夫です。ソウルバースト、まあ、ナッチはね、ただここで経験点をくれるわけではないんで、まあ、守備開けとく必要もなかったけど、なんとなく気分的に経験点余ってるから。総力バースト280、重いよな。祝福打ち覚えとくか、まあ、こっからコツを潰す必要はなんかあんまりないけどね。試合で打てそうなものが欲しいけど、対左盗塁なんとなく見とこう。対左も回収しちゃおう。でこっから試合経験点使うでしょ。何がいい、ここだね。佐伯さんって結構コツが多いからね、潰しきれないんだよな。潰しきれてるかな今現状。キバがいる。キバのね唯一のいいところはジャイロボールかどうか分かるっていうところ。ジャイロボールじゃねえや、爆速かどうか。これ逃しちゃうとちょっと分かんないですよ。ジャイロボールって結構なんか不利だよね、持ってると。ちなみにハイスピンジャイロだとどうなの。今日2打席連続でホームランを放っている。爆速でしょ。爆速結構着弾点がずれるってことさ、毎回嫌なんだよね。投げた。
全力爆速だと結構ずれるからね。エビレイドで迎える7回です。ツーアウトランナーなしという場面で大見今日来たー。オッケーオッケー、やっぱパワー必要だよ。エビル、絶対ね、サクチャリね、野手の方が試合でストレスにならないんで、投手はガチで試合がストレスになるから、そこがなーっていう。使うものはないよね。ではではでは、ほい、補給、今さら別にいらないし。あとはどうだろうね、特攻キャラ1人減らしてでも、まあ、例えば PSR プラゴのダイゴを入れるかっていうのも、まあ、1つ選択肢としては考えるよね。俺持ってないから無理なんだけどさ。10% とかね、違うと1万点で、だって1000点違うってことでしょ。その1000点をどう回収していくかだよね。 20% 違うと2000違うってことでしょ。その経験点的に言うとなかなか厳しいところがあるんだよね。そう考えると、まあ、仮に1万点を基準だとして、それが伸びれば伸びるほどパーセンテージの差がやっぱり顕著に出てくるんで、どっちでもいいや。ここ10っていうのがちょっと少ないよね。国獣でいいか。ほい、じゃあ最後ミート上げてこう。技術がないからファーストの守備力アップするとかさ、もうなんかどうなのこれ守備100にあるんだけどさ。おい、守備移動も覚えとこう。あとは筋力があるから一発逆転、接戦打開、上り上司最後もらえるから一応取っとこう。そう、大田くんのねイベントで競争心取れたんだけど、そっちにしとけばよかった。エビルのね通常イベントでいつも切り裂きを選んで大玉丸を取ってるところが、大田くんを入れると競争心が取れるはずなんで、絶対そっちの方が良かったよ。バッター大見、第1球投げました。ボール、まずは外。第2球ボール投げました。うわ、打ちました、取りました。これで3アウト。エクスカリバー、エクスカリバーはちょっとやっぱり見逃そう。高速シュート狙いで打ってくるところを狙う。満塁、恐怖の満塁男は持ってない。街道終わるとやっぱストレートね振り遅れちゃうんだよね。アウトコース低め、直球は外れても第3球を投げた、危ない球。第4球を投げた、うわ、もう一本、もう一本、もう一本、ここここストレート狙おう。しかも打球反応いいな。最後の試合しくった。エビルキャップかぶっとけよかったかな。一応優勝はできたけどさ、ここでベイリーがね試合経験点ボーナス持ってればもうちょっと上がるんだけどね。上り調子、あ、ここは経験点がスクチャレなんで全てなんで、そうやっぱりね1万1000あたりをやっぱうろうろする感じなんだよね。本当になんか経験点出してる人ってもうどうやってやってんだろうっていうところですね。多分もううまくいって俺の場合は1万2000とかになるはずなんで、
でエビルはね多分もう経験点みんな出してくると思うんで、なかなか厳しい戦いには、なると思います。まあそんなところで、まあ、自分は多分この辺をうろつくと思いますというところで、今回はこれで終了したいと思います。一応最後上げるだけ上げてくってか、もう突破してない段階でそんな強い選手にならないはずなんだよね。特能だけ漁っていこう。上り竜本類生還、まずコツがあるの恐怖の満塁男、流し打ち、流し打ちなんていつ覚えた、怪我で総力じゃあ上げて、これ無理だよねミート、全然足りねえわ、一応使い切ってこう、使い切って終わりにしようという感じです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。